はい、初菜です。こんにちは。今回は実家でサバゲー動画のマットさんのところにお邪魔をしております。ご実家のね、持ち山を手作りのフィールドにしています。すごいですよね。さて、そんな今回のゲームルールですけれども、3-on-3ハンドガン戦、エリア限定10分間のカウンター戦を行っております。ギリースーツを着た方がね、1人いますけど、とても上手で怖かったです。早速ヒットされました。しかし比較的順番が早く回ってきてしまったので、もう一度出撃します。今度はちょっとバリケ1枚ずつ進んで慎重に行ってみます。さあ、もうちょっと索敵をしていきます。赤丸のところですね、重心が見えたのでちょっと距離を詰めていきます。ケツが見えた。ちょっとジャムって弾が出ませんでした。今のシーンをレンの視点から見てみます。レンも交戦をしながら進軍していきます。バリケの裏から交戦中、そして後ろから初菜が登場ですね。再び初菜視点です。玉詰まりを解消できたみたいですね。なかなかいい位置に取れて突っ込んでいきます。もう一人、しかし相手の拠点まで詰めてしまったので下がらせてもらいます。今の初菜の突撃を連視点で見てみます。ギリーの方が飛び出した。そしてすぐ撃たれて初菜が見えましたね。突っ込んできました。皆さんに下がれと言われております。そして再び戦闘開始ですね。もう白い蛇腹みたいなタンクのね、裏に1人見つけたので、そちらと交戦しております。バリケの反対側も一応注意しながらですが、そちら側からレンが来てしまいました。ヒットされて戻ります。狙って。では今のヒットをね、レンの視点から見てみます。ああ、自分もか。3人ってことは。はい。レンも交戦しながら進軍していきます。そして、初菜を撃って、すぐに撃たれました。初菜。拠点に戻ります。拠点で待機中ですね。通弾を確認したりして順番を待ちます。レンを撃った方から敵を撃ったとの報告を受け、ありがとうございます。あ、はい、いただきます。さあ、レン視点ですが、レン出撃、出た瞬間撃たれて戻るレンです。手作りのフィールドなのでね、風などでバリケが倒れたりして、そんなハプニングも楽しかったです。ちょっとどけときましょうか。
ありがとうございます。あ、そこでいいっす。見通し、バリケ一枚で見通しが全然変わります。ここでタイムアップ。初なチームカウンター8、連のチームカウンター25で、初なのチームが圧勝でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。